Security staff for each block, please report to the staff room immediately.
開幕戦を迎えたこの大会、どのような結末が待っているのでしょうか。熱き戦いの幕開けです。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はビファーレン長崎対ミラン、こちらの一戦をお届けいたします。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうだこのシュート、いや一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。デパイから復帰、ハムシックから復帰、さあチャルハドール、こぼれた、フリーで受けたと呼んでいた、シュート、決まった、先制ミラン。復帰、枠のギリギリを狙ってしっかり決めてきました。思い切ったシュート、気持ちのいい一発でしたね。ちょっとあれはセーブできないですよね。さあミラン、この早い段階で先制しました。この立ち上がりからゲーム動きましたよね。いい時間帯に1点取れたので、これは主導権握りますよね、はい、この勢いでもう1点いけるといいですよね。このボールに触ります。アームシク、このボールをカットします。うわ、展開早くなってきましたね。トクラからエジガルジュニオ、リズムを刻む、高橋からのロングフィード、ベッカム、右サイドを上がっていきます。カウンターですよ。裏へ届くか、セルヒオラモス、流れを止めます。キーパーからのロングフィード、さあ右へ預けて、裏のスペースを狙う、キーパー前へ蹴り出します。ベッカム、ここはつながりません。エジガルジュニオ、エジガルジュニオから澤田、チャルハノール。長崎は崩している形は作れているようにも見えるんですが、このゲームは先制を食らってしまいましたね。そうですね、確かに形は作れてますからね。時間もまだ余裕があるので、この後のチャンスで決めるところを決めていきたいですよね。ここからですね、空いてますからね、立っていきたいところですよね。スルーパス、インターセプト、ハムシク、デパイ。長崎としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんか、あっとこれは危ない。ベッカム、カウンターですよ。エジガルジュニオからトクラ、加藤へ、これはチャンスだ、これを読んでいた。エジガルジュニオ、トクラ、柔らかいボール、ベッカムから復帰、このボールをカットします。これは合いません。トクラ、フリーだ。さあエジガルジュニオ、ボールはクリア、チャルハノールからデパイ、
デパイからチャルハノール、さあ左へ預けてエジガルジュニオへ、トクラ、トクラ、オフサイドです。41分が経過、前半です。この位置でボールを受けます。ここはかわせません。長崎、カウンターを仕掛けます。秋野、秋野から左サイド。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。前半から得点が動いています。長崎、今のところ先制点を許したままという状況です。よく戦ってましたけど、少しのバランスという意味では相手の方が少し勝ってますよね。この後点を取っていくためには、とにかく早くボールを動かしながら相手のプレスにかからないようにしていくことでしょうね。ビファーレン長崎対ミラン、それでは続けて試合を楽しみください。では後半見ていきましょう。この一番でどれだけ平常心でいつものプレーができるのか、そこが大事でしょうね。はい、ここはつながりません。エジガルジュニオ、エジガルジュニオからサバダ、フッキーへ、さあ左サイドへ、フッキーからデパイ、ここも固い守りでボールを奪います。加藤、いやー展開早くなってきましたね。フッキからデパイ、こぼれてる、オフサイドですね。澤田、どうだ、さあエジガルジュニオ、エジガルジュニオ抜けた、セーフのセーブ。今の飛び出しなんですけれども、いや、いいんじゃないでしょうかね。これを繰り返すことが大事ですよね。澤田、絶好の位置、このパスを受ける、来た、シュート、さあこぼれた、仕掛けるか、シュート、これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。長崎、インターセプト、いやもうギリギリのクリアって感じですよね。秋野から左へ、フッキー、ビエラ、これは合いません。これはカウンターのチャンス、大事に行きたい、これをカットします。復帰、素早いパスで攻め上がっていきます。澤田、さあここで点が取りたい、このカウンター、トクラから左サイド、と呼んでいた、シュート、いやー今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。両チームとメンバー交代があるようです。
Coming on to replace him is number 23. Substitution in progress. 裏へのスルーパス。バストーン。長崎としてはこの形を続けていきたいでしょうね。いい攻撃できてますからね。そうですね、残り時間積極的に行きたいですよね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここをかわしたチャンスになる。来た、追加点ミラン。さあさらに点差が開いています。マルシャル、ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。バルシャル、監督の采配見事的中という感じでしょう。どうだ、シュート、原田、これはよく止めました。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。キーパー素晴らしいセーブでした。これはスローインとなります。加藤、エジガルジュニオへ、米田、ムシアラ。長崎としては中央突破だけでなくてサイドも使ってね、攻撃パターンを変えていくっていうのもいいと思うんですけどもね。さあ徳良、シュート。いや、長崎このビッグチャンスものにできませんでした。ちょっと判断がね、そのプレッシャーからかどうか難しいところですね。長崎はここでベンチが動きます。奥井からの長い縦パス。ハムシク、このボール危険です。米田、さあここでカウンター。長崎としては今日はちょっと組み合ってなかったですけど、このまま終わってほしくないですよね。ベッカム、ムシアラ、ロングボールで展開。ここはつながりません。トクラ、チアゴシウバ、ここはカットします。ハムシク、マルシャルが受ける。裏を狙っていきます。ここは読んでいました。奥井、さあカウンタースピードを上げたいところ。いけるか。キーパーから前線へ、これは合いません。ここはファールを取られます。ムシアラからマルシャル、レフリー試合終了のホイッスル。2対0、長崎残念な結果となりました。北澤さん、今日のゲームどうでしたか？長崎としてはこうするんだっていう一つの指針のようなものが見えませんでしたよね。ですから何かちぐはぐになってしまうという形から抜け出すことができませんでしたよね。そうですね、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が2対0で敗れています。
And a quick announcement today that memorabilia from today's match is now on sale in the stadium hall. このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。この時間はビファーレン長崎対バーミンガムレギオ、こちらをご覧いただきます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム、好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、シュート、低く丁寧に打ち込んできました。海洋枠には行きませんでしたけどもね、低くて鋭いいいシュートでしたね。海洋キャプテンマークを背負っています。秋野、いい守備で奪う。キミッヒ、スルーパス、ここはつながりません。桑崎、裏へのスルーパス、マルディーニ、このボールに触ります。クリスティアーノからのパスは通りませんでした。これは届くか。メッシからベンゼマ、さあチャンス、これはいい守備です。アレクサンダー・アーノルド、奪いに行きます。コーナーキックです。
さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。バーミンガムレギオ、ボーデン、よく止めた。これはいいディフェンス。ここはクリア、落ち着いて対応します。さあ右へ預けて、キミヒからメッシ、裏のスペースを狙う、ボックス内へシュート。うわ、ベンゼマジャストで合わせましたが決まりませんでした。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、侮れませんね。エジガルジュニオ、クリスティアーノ、さあエジガルジュニオ、エジガルジュニオからクリスティアーノ、サイドを使います。ここは返す、素早いパスで攻め上がっていきます。インターセプトを狙う、このボール奪いに行きます。右サイドへ振って入れてきた、頭だ、太陽、頭で合わせましたがこのシュートは決まりません。前線出てくる人数が多いですよね。バーミンガムレギオ、今のカウンターは危なかったですよね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。スペースを使う、前線にボールを送ります。メッシ、キミヒからメッシ、これは合いません。ここまでは両チームともチャンスを作っている印象ですが、まだ0対0。序盤から両チームとも非常に攻撃的なスタイルをとってますよね。見ている方としては楽しい試合展開になってますけどもね。アレクサンダー・アーノルド、カットに行きます。奪い返します。ここは読んでいました。さあここでカウンター、クリスティアーノからエジガルジュニオ、アントニオ・ルディガーから右へ、スルーパスを狙う、アレクサンダー・アーノルド、このパス、ここはカットします。アレクサンダー・アーノルドからのスルーパスをカットしました。うん、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。と、どうしたんでしょう。さあカウンターを仕掛けます。桑崎、クリスティアーノへ、裏へ出るか、太陽、これはどっちだ、ちょっと危険な位置で強引に行ってしまいましたね。ここは直接行ける位置です。太陽へ、スペースを狙った、メッシ、このボールをカットします。長崎、カウンターを仕掛けていきます。マルディーニ、いいディフェンス。これはファールではなかったようです。ベンゼマへ、アキノ、アキノ、このボールをカットします。太陽、長崎、カウンターを仕掛けます。さあクリスティアーノと呼んでいた、ファビーニョへ、ここはつながりません。これはチャンスだ、シュート、先制、長崎。前半終了間際のこのゴール、 There will be one minute at a time. 美しいパスワークからのゴールでした。いや、これは素晴らしかったですね。
パスワークの中で相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね。今のはチームの連携が生んだ。ここで前半が終了しました。45分間戦って1-0、長崎まずは1点先制して折り返す前半となりました。目まぐるしく攻守が変わっていく中でチャンスを見逃しませんでしたね。この後引いて守りきるという方法もありますけど、まだ1点差ですし、守備に少しでも不安があるという状態ではちょっと怖いですよね。ビバーレン長崎対バーミンガムレギオン、長崎が1-0でリード。後半に向かいます。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。長崎1-0リードです。コースの切り替えも早いですよ。リュディが流れを止めます。ベルカンプからベンゼマ、カイオ、カイオセザールから右サイド、クリスティアーノからカイオセザール、合わせたかったですよね。長崎はロングカウンターを得意としているんですが、改めてこの戦術ちょっと解説いただけますか。後ろでしっかりブロックを作ってボールを奪ったら素早く相手の裏を狙うんですよね、はい、手数をかけずにゴールを奪うのが特徴ですよね。なるほど、前線の選手のスピードを生かすことになると思うんですが、そうなりますとこのプレーのスタートのタイミングが大事になりますよね。一本のパスで勝負が決まりますからね、はい、そのあたりディフェンスとの駆け引きだったり選手のスイッチの入れ方も見逃せないですよね。なるほど、シュート、今のはよく当てましたよね。いや素晴らしいですね、読んでましたかね。バーミンガムレギオンは2本目のコーナー、危ないシーンでしたがクリアの対応。カイオ、これはどうだ。ここは抜かせません。ここでファールがありました。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。ここは大きくクリア、ピンチを出します。フリーで受けた、シュート、これを読んでいた。これは合いません。さあカウンタースピードを上げたいところ。さあつながるか、これはチャンス。ベンゼマ、ベルカンプ、この辺の駆け引きは注目ですよね。デリフト、ここはカットします。メッシー、ここですね。カンテ、インターセプトを狙う。クリスティアーノからのロングフィード、アキノ、奪いに行きます。クリスティアーノ仕掛けるか、このパスを受ける、シュートもあります。おっとこぼれ球、エジガルジュニオへのボール、ここは下げます。ヘルカンプ、このマッチアップどうなる。これはつながりません。ここはつながりません。ヘルカンプからベンゼマ、メッシが受ける。セカンドボール拾いたい。バーミンガムレギオンとしては中央突破だけでなくてサイドも使ってね、攻撃パターンを変えていくっていうのもいいと思うんですけどね。ベルカンプへ、カンテ来た、これはバーミンガムレギオンとしてはまだ時間ありますからね、形は作れているのでなんとか1点こじ開けたいですよね。
裏を狙っていきます。おいい形ですよ。スペースを使うインターセプト、低いボール、守備陣クリアの対応です。ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけど、うまく止めましたよね。Substitution on the field. Number 29. 両チームともメンバー交代があるようです。Number 7 coming on the field. 秋の奪いに行きます。Number 23. エツガルジュニア。Number 13. Substitution. デリフトカットに行きます。アレクサンダー・アーノルド裏へ届くか。このボールをカットします。ここは対応します。長崎落ち着いて時間を使います。残り5分を切っています。長崎さあ勝ちまであと少しです。北澤さん、今日はサポーターは嬉しい試合展開になっていますよ。シュート、これはキーパー。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。インターセプトを狙う、対応せざるからエジガルジュニオ。さあエジガルジュニオ、There will be one minute at a time. 取らないですか、レフリー。このセカンドボールは絶好の位置で受ける。ここで笛です。1対0、素晴らしい勝利で見事突破を確定。これはサポーターも嬉しいでしょう。前半のゴールがそのまま決勝点。さあ北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。素晴らしい勝利でしたね。勝って突破を決めるという選手にとっても監督にとっても最高の結果になったんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が見事に突破を決めています。
Thank you.